皆さん、いつも応援ありがとうございます。あなたのハートにパワーボム、白川美奈です。なんと7月23日後楽園ホール大会で初のシングルの試合が決まりました。ありがとうございます。今までは8人とか6人タッグマッチで、やっぱり大きい舞台でシングルでじっくり試合を皆さんに見てほしいなっていう思いがあって、すっごい悔しかったんですけど、今回こういう試合が組まれてすごく嬉しくて、それも皆さんがいつも応援してくれてるおかげだなって思ってます。肝心の相手なんですけど、 VS 上福ゆき。上福ゆきって呼び捨てにすると怒られそうだから、また上ゆとシングルが決まって、事の発端は上ゆがシングルのベルトの挑戦権をかけた試合を自らこう名乗り出て、でその試合を見てタッグパートナーなんで横にいて、その日もセコンドで見てたんですけど、すごいいい試合をしてて悔しいなって思ったのがきっかけで、まあこのシングルが組まれることになったんですけど、その試合後の上ゆのコメントとか、私がね悔しいって言った時のコメントとか見たら、私が東京女子プロレスに入ってきたことが正直気に食わなかった、みなちゃんは全部やりたいことをやってかなって、全部自分が目立って華やかにうまくいく感じがすごい悔しい、みなちゃんよりも泥臭く私は努力してるっていう風に上ゆが言ってて、上ゆのすごい頑張ってることとか、華奢なのにプロレスやり続けてるっていうこととかもすごいなっていうふうにもちろん思うんですけど、私もプロレスは強さだと思ってて、やっぱり白川美奈って強いねっていうふうにプロレスのファンのお客様から言われたいっていう思いがあって、やっぱり私もコツコツウェイトトレーニングとか頑張ってきたつもりだし、自分の中でスポーツ経験が全くないところからプロレス始めたので、他の人と差別化を図りたいなっていう思いもあって、柔術を始めて5時とかに起きて行ったりとか、こういういろんなこと挑戦するのが上ゆ的にはまあいろいろ手を出してふわふわしてるっていう風に思うみたい。でも私の中ではやっぱり柔術やったり、あと海外遠征も自らしたいって言って行ったり、ベストボディジャパンプロレスでベルトも巻いたことあって、チャンピオンとしてどういう姿を見せなきゃいけないかとかいう苦しい思いをした時期もあったし、私も私なりにプロレスに今人生をかけてやってるので、ちょっとそうやって言われちゃったのは悔しいし、ここで悔しいな悲しいなで終わっちゃったらきっとプロレスラーとしては上がれないから、上ゆのことはすごい大好きなんだけど、プロレスラーとして勝ちにはこだわりたいなと思うので、とても気合が入ってます。グラビアアイドル時代もいろいろ辛いこととかもちろんありましたし、私は結構バラエティ番組とかそっちが多かったので、すごい恥ずかしいなっていうこともしてきたし、そこで学ばせてもらった経験とか自分を出す表現方法とかが今の試合とかプロレスにも生きてるのかなっていうのもあるので、今まで自分が人生で経験したことを培ってきたことを全て7月23日のコラケホール大会で出して勝ちに行きたいと思います。皆さんはい、なんかピンポン来ちゃいましたけど、皆さん、ぜひ白川美奈の応援をよろしくお願いします。